はい、皆さんこんばんは。ピアノ屋 .com の石山です。真夜中のピアノ屋 .com、 今日は本当に真夜中です。夜中の12時5分ですね。ちょっと大きな声では喋れませんが、続けたいと思います。いつものように売りたくない明治のピアノ、ナイトーンの、デモ機ですね。ここにあるのはスタインウェイヒですね。ちょっと全塗装してるのでもうカバーしてますね。めっちゃくちゃ良くなってきましたよ。時々音を出してですね、引き込んでいってるので、どんどん音出てきてます。来た方が弾いてみると、まあ素敵、でもこの値段はちょっとという感じですね。はい、それだけの価値のある、スタインウェイのね、もう初期の初期ですね、のモデルですので、ご希望の方お越しください。そしてこちらが UX の3、長いことありますね、ピアノですけどね。そしてアトラスの、これは NA305 ですね。これヤマハの U2H です。そしてディアパソンの額柱のあるディアパソンね、これもいいピアノなんですよ。今ちょっと中を調整したのがアトラスの A5 ですね。はい、鍵盤の下こんな風になってるんですよね。ピンが一本一本きれいに磨いて、弦も磨いてね、やってますからね。そしてディアパソンの DN48 ですね。これの額柱じゃないタイプのですね、値段がちょっと上げやすいです。そしてこれ私の好きなピアノ、これね、KI75 のめちゃくちゃ素敵ですよ。本当にこれがですね、リビングに1台あればね、もうなんかほっと幸せな気分になります。ええ値段しますけどね、一生に一回の買い物ですから、素敵なもん買ってください。そしてヤマハのこれは U3H ですね、スタンダード。ここはね、売約済みのものがいくつか並んでますね。これは整備終わってるんじゃないかな、もう上でやっちゃいましたね。スーパーデラックスですね。あとちょっとここにありますね。そして、これが FA-20B かな。あ、これちょっとそれだから持ってきたやつかな。はい、まだ値段決めてなかったですね。そしてこれがディアパソンの 132BW と高級モデル。そしてこれ今ちょっと手を入れてますが、見てください、この小ささ。ピアノですよこれ、こんな小さいんですよ。もうデジタルピアノとほぼ一緒、大きさは。で、本物のピアノです。で、なぜこんな小さいかというと、ドロップアクションということで、アクションが下に入ってるね、タイプなんですね。ちゃんとしたヤマハのピアノですよ。珍しいですよ。めったに入ってこない。ね、とにかく場所に困ってる方、大きさで困ってる方、でも本物のピアノ欲しいな、いやいや、玄関が入らへんから無理かな、っていう方は、これです。もうこれ売れたら多分当分入ってこないですよ、これね。色がまた可愛いでしょ。赤いね。赤色の珍しい、この色は初めて入ってきましたね、珍しいです。そして、シベスターの、ナンバー45ですね。でこれはロレックスの KR27 ですね、赤いピアノ。そしてスタインバー、これ長いことあるんですよね。これ商談になっては消え、商談になっては消えということで数ヶ月あります。これ本当に用途するんですけどね、まあちょっと知名度がないのでね、聞いたことないブランドなんで、そこがちょっと不安に思われるかもしれませんが、本当にいいピアノなんですよ。ね。そして、ディアプソンの、これは赤いピアノ、126MS ですね。はい。そして、こっち。クロイツェルの、これは、K5WA。これ問い合わせ来てたと思いますね。確かね。クロイツェルです。そして、これがアポロですね。これは SR8。そして、これはディアパソンの 132AE ですね。これ中ちょっと今調整中です。そして、KL551KF と、これはアメリカカワイイですね、504。これ長いことありますね。それから KL11。これちょっと線をして音色を少し柔らかくしたので、いい感じになってますよ。そして、これはスイタから届いたばっかりですね。KI-60KF ですね。これはもう本当に現代のものと変わらんぐらいのね、ものですが、そして、今整備中のピアノをご覧いただきたいと思います。下に降ります。真夜中ですからね。真っ暗ですね。はい、今どんな状況かというとですね。これはね、リメイクの手を入れたとこです。32BW や BG やったかな。可愛いの。見てください。これ綺麗でしょ。こんな綺麗になるんですよ。結構ね、これ、リメイクで実家から持ってきはったのかな。今手を入れてますが、もう見た感じ、ほぼ新品の状態まで戻ってます。ペダルもね、カバーかけて、本当にうちのね、
外装磨きの技術者はもう10年前からするとだいぶ腕上げて本当に上手です。綺麗にできてますね。ピッカピカでしょ。これ今アクションの修理中ですね。これは WX3AWN の今修理中のやつですね。もう本当に細かい部品全部バラしてやりますからね、徹底的に見えないところもねちゃんと手抜き筋やってせずやってますから安心してください。これは W100 っていうこれ象眼のね色のついたやつを今バラして鍵盤調整してるところですね。はい、これも外してます。これ仕上がってるんじゃないかな、なんかな、これは山かな、違う、ナンバーケースに、これ可愛いですね、可愛いのリメイクですこれね。そしてこれが MS650、 これテレビに出たピアノね、メルヘンのジップで紹介されたねピアノですね。はい、そしてこちらが BL の71ですね。これは広島の福山から知り合いからね買い取ったピアノでしたね。はい、整備中ですよ。そして W106 ですね。これはね BM です。これも整備中です。これはずっと置いたままのピアノね。そして、こちらがこれは何の修理かな、ハンマーを一本一本外して細かい部品調整をね今してるところですね。そしてこれは、US の50ですね。これもだいぶ綺麗になりましたね。磨きをしてピッカピカになってます。これはあ、これさっきのですねヤマハの S2 ですが、赤いちっちゃいなったでしょ、デジタルピアノみたいな、こんなアクションなんですよ。これアクションのこのね、これ上に出てるアクションこれなんでしょ、これを下の方にするために、こんなふうな構造なんですよ。これちょっと今までのピアノとは違う、この下に鍵盤があるんですが普通ね、すごいですね、こんな棒がついてる、これこういう構造です。これまあ専門家が見たらおーっていうかもしれませんね。珍しいアクションですね。ヤマハはこういうピアノ作ってたんですね。これは珍しい部品ですよ。今はこんなん作ってませんもんね。これドロップアクション引っかかってる。ドロップアクションってこんなんなんですよ。これはすごいな。はい、マニアックな人が見たらおーって言うと思いますね。これ外装、今吹き付け塗装をしているところですね。 W101 ですね、これはね。はい、新聞使ってね、こういう風に外装全部これ吹き付けして、頭からね、被らないようにちゃん、ね、塗料被らないようにねやってますけどもね。はい、気に取らなかった、ね、関係ありませんが、はい、このようにですね、今整備の方は進んでいっております。まあ、いつもこの動画は長くなるんで、おこれは何、ギターちょっと知りませんよ私は。ギターの塗装の仕事取ってきてるの、ちょっと私は聞いてませんが、これ多分ね新聞前で吹き付け塗装してるんですが、これはすごいですね。ピアノ屋さんでギターの塗装してるなんて、社長の私が聞いてなかったという、ちょっとびっくりですね、これは。こんな仕事も取ったんや。はい、ということで、ピアノ .com の真夜中のね、ピアノ .com いかがでしたでしょうか。また次回を楽しみに。それでは、さよなら。